私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、と1分動画の前にですね、先週、水曜日の日に記念会がありました。小渕裕二牧師が天国に帰ってちょうど1年で、普通は土曜日とかにされることが多いんですけども、6月5日に天に帰られてお祈りされたらその日ということで午前中だったんです。それで、来たくても来れない方もいらっしゃると思うんですけども、非常に祝福された記念会でありまして、記念会も良かったんですが、その後の交わり会ですね、愛参会って言うんですけど、仏教で言えば法事になるんだと思いますね。普通なんかその後にみんなに食事をすると思うんですけども、食事会があって20人ぐらいだったんですけれども、非常に温かかったですね。それで何て言ったらいいんでしょうか、普通の法事だとないと思うんですけど、お酒を飲んだりしてね、ちょっとそういうことはあるんでしょうけども、そういうのはもちろんアルコールはないので、しかしなんかみんなの小渕牧師の思い出を語りながら、すごく温かい笑いですね、温かいこう笑顔と笑いがたくさんあってですね、全然暗くないっていうか、本当にクリスチャンっていうのは素晴らしいなっていうことを、記念会とかいうことに感じます。1年経って確かに小渕さんは今天国にいるんだなっていうことと、小渕さんの生きてる時のことを聞きながら天国の思いを合わせて、非常に今時の時を持ってですね、家族のっていうか親戚の方も来られたり、昔の友人ね、高校時代の友人も来られてて、諫早に住んでらっしゃるらしくて、すごく最後はぜひ諫早に教会に行きたいということでね、小渕さんが諫早の牧師だったんで、牧さんがついてますけれども、すごくいい時を持ちました。でみんな、美智子さんが本当に来てよかったと思って帰れるって祈ったそうですけれども、もちろんその親戚の4人の方々はもちろん、それ以外にもいろんな方々が来られたんですけど、みんな本当によかったということでね、帰ってかれて、本当にやっぱり天国を知ってる、命、永遠の命が与えられていることは素晴らしいんだなということを、非常に深くね、実感することができた時でした。本当に感謝しています。お祈りしてくださった方も多いと思いますので、本当にありがとうございました。感謝します。はい、それで今日の1分動画ですけども、今日はさっき言いましたペンテコステなので、先週聖霊のバプテスマをやりましたので、今日は聖霊の賜物ですね、バプテスマを通して与える聖霊の賜物についてですね、学びたいと思います。皆さんこんにちは。今日のテーマは御霊の賜物についてです。皆さんカリスマという言葉をよく聞かれると思います。カリスマ美容師とかカリスマ教師など。しかしカリスマの本来の意味はギリシャ語のカリス、つまり恵みを語源とした言葉で、御霊の賜物を表します。それは神様からの贈り物なのです。聖書に御霊の賜物は9つ書かれていますが、これらの賜物は私たちの信仰の歩みに必要なのでしょうか。聖書では愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさいという言葉をはじめとして、御霊の賜物についての重要性や力ある御業がたくさん書かれています。神様は熱心に求め使用することを御心としています。それはこの賜物を使用しないと開かれない神様のご計画があり、表せれない大きな恵みがあるからです。ですから私たちがそのことを覚えて、正しく賜物を使用するとき、その素晴らしい賜物の実質が現れていきます。ではまた。非常に簡潔に話されてましたけれども、一つ一つの賜物についてはまたシリーズがあるのでですね、御霊の賜物の働きというのは、愛と賜物のセットなんですね。で、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することが書いてありますけど、このまたというのは難しくて同格の接続詞なんだけど、運徳大と同じようにという意味です。だから私たちは愛を代表するね、御霊の実、喜び、平安、寛容、忍耐、自制とありますけども、そういう身を求めると同時に賜物、カリスマですね、予言を代表する奇跡や癒しや知恵知識の言葉が9つありますが、それを求めることを、神様は命じてるんですね。で、実際ですね、この愛と賜物は 別なんですけれども、どっちも必要というか、これセットなんですね。よく賜物を求めると愛がなくなるということがあります。これは机上の論理です。実際賜物を用いていない人たちの机上の論理です。本当に賜物が現れてきて賜物を用いていくと、愛が、聖書でいう愛がなければ賜物を持ち続けることは難しくなります。
だからまた玉の通しの神の技はこの御霊の実である愛をはじめする実を伴ってくるんですね。また実を追いかけていくと本当にこう賜物を求めたくなります。本当に愛する人が病んでいたらもちろん永遠の命が与えることが一番ですけれども、やはり治って治療で少しでも生きてほしいと思うのが普通ですね。で、癒しや奇跡を求めることが起こりますね。だからあと本当に困っている人の時にかける言葉がない時に、でも本当に何とか励ましてあげたいと思った時に知恵知識の言葉が与えられると違うわけですね。だからこれはね、どちらかじゃなくてどちらも必要だし、どちらも神様はセットで与えられると思ってください。賜物を追いかけていくと実がついてくるし、実を本気で求めていくなら賜物がその実の現れるとなってくるということですね。だから両方だということはね、その土台は聖のバプテスマ、先週言ったようにね、でバプテスマを受けてなくても現れることはあるけども、でも継続的に賜物の現れが起こるのは聖のバプテスマを土台に受けているかどうかですね。これをね、ぜひ知ってほしいです。それで今日のメッセージに入っていきますけれども、今日はですね、ペンテコステ、さっき何度も言ってますけどね、ペンテコステは何なんだと思うかもしれませんけど、聖霊が初めて臨んだ時です、教会に。で、今は聖霊時代と言われます。それは、使徒行伝の2章の時から聖霊が臨んだから、そこから聖霊時代って言うんですね。で、別の言い方で教会時代と言います。そこから教会が始まったんです。だから教会時代って言うんですね。で、教会の時代なんですね。だから、うんと砕いて言えば教会の誕生日です。ね、そこから教会が始まったということですね。もう何歳なんでしょうね。2000年ぐらいだから2000歳ぐらいでしょうかね。アバウトで。そういうことになりますね。だからそういうことですね。で、この間ね、ペンテコステ。で、このペンテコステの日は何かというと聖霊がすごく臨んだんですけども、それによってですね、弟子たちが全く変わったんですね。今日はここに入る前にちょっとそのことを土台に話しておいて、それから今日の説教に入りたいんですけども、使徒行伝の1章の8節に、これはペンテコステの前なんですけども、使徒行伝の1章の8節に有名な御言葉があるんですけども、これ約束なんですね。使徒行伝1章の8節に。ですね。すぐ出ましたね。ありがとうございます。1章の8節に、こちらで読みますね。しかし、聖霊があなた方の身に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレムであるとサマリアの殿および地の果てにまで私の承認となります。ね、聖霊があなた方に臨まれるときって、これはペンテコステの聖霊が臨むこと。そしたら力を受けるよって言ったんです。で、この力って何かってことなんですよね。これは腕力とか体力とかそういうことじゃなくて、聖霊が臨んだとき本当に違う、福音を明かしていく力なんですけど、それが臨んでね、3つ変わったんです、力を通して3つね。1つ目はね、いつもと逆で言いますけど、まず賜物が現れてきた、癒しが起こったり奇跡が起こったり、予言が語られたり一元が現れたりという賜物の働きが起こってきた。これは人間のレベルでできない、努力して開くものではない、まさに神の物が現れてきたんですね。それとともに、さっき言ったように、御霊の実が現れてきたんですね。で、何かというと、ペテロをはじめとする弟子たちは、イエス様を信じた。弟子と3年半一緒にいた。で、復活したイエス様にも出会った。本当にイエス様を愛してた。だけども、ユダヤ人が怖くて、彼らは宣教しなきゃいけないと思うし、したいと思うけどできなかった。恐れがあったんです。もちろん聖霊がいなかったからですけどね、この段階ではね。でも、ペンテコステに聖霊が来たとき、聖霊が来て同時に聖霊満たされた、バプテスマを受けたとき、彼らはどうしたかというと、もう大胆にユダヤ人たちに向かって宣教したんですね。だから、あれだけ恐れてたのは一変に変わったんですね。なぜか、全く愛は恐れを締め出すんです。本当に神様の霊に満たされたとき、御霊の実の代表である愛がね、彼らのうち溢れたときに、恐れを消したんです。本当に同胞のユダヤ人に救われてほしいと思って、殺されようと迫害されようと関係ない、伝えていきたいって思いが溢れて語らずに終えなかったんですね。つまり実が出てきた。カリスマが起こってすごいね、異言や予言を語ったり癒しが起こって奇跡も起こったけども、同時に彼らのうちに御霊の実が現れてきた、愛が溢れてきた、つまり内側を作り変えた。聖霊のバプテスマを受けると何かというと、賜物が現れるけど同時にそうやって実もついてくる、 これが共に来る。で、そしたらね、3000人が救われたんです。3000人がね、で、3000人が一時に救われたことは当時はありえなかった、ね、で、もちろんイエス様がその前に宣教した時にね、たくさん人が来ましたけども、これ何かというとすごい実がついたということです。で、ペンテコステで何が起こったかというと、聖のバプテスマを通して何が起こったかというと、賜物カリスマが現れ、そして内側が変わって御霊の実がついてき、そして実がついたということなんですね。そしたらね、じゃあペンテコステでそれが起こったからね、ずっと帰らそうだとかというと、すごい実がつくんですけども、そして怒るんですけども、やっぱり彼らはまた誘惑されたりするんですね。で、その後またその後もう一遍バプテスマを受けてる。バプテスマって、まあ、2回目以降は満たしてるんですけど、聖霊満たされなきゃいけなくなってる。いつも言いますけど、水が今日はね8分目、
今日ちょっと私の声が聞きづらいと思うけどね、すいません許してくださいとか言って飲んでますけど、ね、これが今日は8分目が7分目ですよね。で、聖霊のバプテスマ満たしってのはいつも言うように、これが溢れることしませんけどね、もうちょっと大げさに言えば、教会に御霊が溢れていると、水槽の中にコップを突っ込んだら、水に溢れますね。それは溢れてるところに突っ込むからですね。すごい精霊が臨んでるときはそういう状況です。一人一人がもう精霊に溢れてて、もう溢れてるから、わかりますかね。で出したら当然水が溢れるほどいっぱいになりますよね。ところが飲んだりこぼしたりするから、やがて少なくなってくる。でクリスチャン生活も一緒で、本当に精霊のバプテスマを一回受けたからもう一度満ちるかというと、そうではないですね。やはりこれが減ってくることがある。再び注がないといけないですね。それが必要なんです。これはどうぞ覚えてほしいですね。で今日のところはね、でそのことをね、ちょっとそのことを覚えてて、今日のと言いますよ。アポロがコリントにいた間に、パウロは奥地を通ってエペソに来た。アポロっていうのは18章の最後に出てくるんですけども、すごく聖書をよく知っている働き人で、ね、アポロがコリントという地に来た時に、まあ、彼が来たので安心してパウロは奥地を通ってエペソに来ました。エペソというのはですね、ものすごく偶像礼拝が盛んだったところなんです。あと占いもはびこってたんです。町は繁栄したんですけども、まあ、繁栄するとね、罪があふれるんでしょうね。偶像礼拝と占いと、それから、まあ、いろんな罪がはびこってたんですね。でそこに来てパウロはその偶像だらけのところで宣教するんですね。ところがそこにちゃんと救われた人がすでにいて、弟子って書いてあるから、イエス様を信じてるんですよ。弟子がすでにいたんです。だからところがですね、その弟子たち、まあ、幾人かって書いてありますけども、これは後見ると12人全員行けたのか、12人の中の幾人かちょっと分かりませんけど、ね、その幾人かに出会って言ったの。2節ね、信じた時聖霊受けましたかって、死んだ時聖霊受けたってこう聞いたんですね。あ、今日聞いてみましょうか。皆さんクリスチャンですよね。聖霊受けてますよね。あ、素晴らしい。はい、もう当たり前じゃないかってなりましたね。大丈夫かななんて顔しないでくださいちゃんと悔い改めたら聖霊いらっしゃいますからね。で、そういったん、そしたらですね、面白いこれ、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたって書いてあるんですね。でこれ直訳だとね、下に書いてありますけどね、こういう訳なの。聖霊のあることを聞いたことさえありませんでした。聖霊の話聞いたことがないんですって。で残念ながら今でも聖霊の話をほとんどしない教会があります信じてないわけじゃないでしょうけど、ね、で語らないとわからないですね。で聖霊様ってのは目に見えないけど、イエス様が死んだ時うちに住んでくださって、聖霊様が聖書を解き明かし、真理を解き明かし、イエス・キリストを指し示してくれるんです。聖霊様がいるから私たちはイエス様が救い主だとわかるし、聖霊様がいるから私たちは自分は罪人だとわかるんです。これね、そうなんですね。で、このね、聞いたことなかったって。だから言ったの、へえって、じゃあ、どんなバプテスマ受けたんですかって言ったら、ヨハネのバプテスマって、これは弟子のヨハネじゃなくて、バプテスマのヨハネね、イエス様の道どないをした人。だからそれはパウル言ったの、それはね、ヨハネ、バプテスマのヨハネは、自分の後に来られるイエスを信じるように人々につけて、悔い改めのバプテスマを授けたんですよって言ったんですよね。で、改めて、主イエスの名によってバプテスマを授けられた。で、私たちは、もうすでにイエス様の名によってバプテスマを受けてます。洗礼を受けてる人は父子聖霊の皆によってだから、だからみんなイエス様の名によるバプテスマを受けてるから安心してください。信じた時に聖霊がいらっしゃるから。だからさっき言ったようにペンテコステの時はね、さっき話した聖霊が与えられることと聖霊満たされることが同時に来たんです。だからいきなりもう洗礼の時にババーッと水を注いでこのコップがいっぱいになるようなことがありますけど、それ同時に来たんです。で、いつも同時に来るかというと、同時に来る人もいるけど、そうじゃなくて、ね、洗礼を受けて聖霊は信じて聖霊は与えられてるけど、聖霊がまだ満たされてはいない人っていうのはいるんですね。今日どうでしょうか。満たされてますかね。バッチリって人逆を聞いた方がいいから、日本の場合はね、いやもう今日はちょっと足りませんってね、聖霊添いでくださいって人どっち言っても手を挙げないのがジャパニーズですね。ねインターナショナルサービスの人は最初はね、こういう感じなんですけどね、日本に慣れてくるとね、ね、ニコニコ笑って手を挙げなくなるんですよね。なんかね、で、何かというと、ね、洗礼を受けて、聖霊は間違いなく笑っちゃうんです。だからもう大体天国に確実に行ける。でも、聖霊満たされてることとは別なんですね。で、この時も、彼らは、この時はまだ聖霊受けてなかったかもしれませんけども、悔い改めバプテスマを受けて、イエス様を信じてたんですって書いてあるから。だけども、シエスマネってバプテスマ受けたわけで、この時バプテスマ受けて、その後、パウロが手を置いたと書いてある。パウロが手を置いたら、聖霊が彼らに望まれた、バーって。で、いきなり異言が出てきて、予言を語り出してから聖霊のバプテスマ受けたんですね。で、面白い。バプテスマを受けるとかって異言とか予言が始まる。つまり、カリスマが現れてくるんですね。で、皆さん、カリスマ、
一つ目、現れてますか？現れた人、用いてますか？さっき言ってましたね。これ用いないとね、賜物は。皆さん、プレゼントもらった時にね、ね、もうありがとうございますね、もったいなくて使えませんって言って隠しておきますかね。何年前か忘れましたけどね、来週父の日なんですね。あ、なんか今話すとなんか子供にせびってみたいだけど、まあ、今日は子供いないからいいや、ね、これ過去の話ね、数年前にね、三女と四女がね、私に父の日にね、ネクタイをくれたんです ね。誰かのがなってます ね。で、ね、くれたんですね。そして、ね、これを子供がくれたらもったいないとか言ってね、どっかにこう棚にかっこ置いといてね、まあ、拝みはしませんけどね、そんなの喜ばないでしょ。締めと、ね、今日のこのネクタイなんですね。分かる人は分かるでしょうけど、私大事な時はこれを締めるんです。今日ペンテコステでしょ。気づいてる人は気づいてないでしょ。気づいてない人は気づいてないでしょうけど ね。何本かネクタイは結構いっぱい持ってるんですけど、父からもらったりしてるから。でも大事な時に締めるのは、そうやってね、もらったのは、効果か効果じゃないかじゃないんです。ね、そういうものなんですね。で、昔はね、ダニエル森君ね、当時森清君って言いましたけど、彼がくれたことがあってですね、そのネクタイをね、よく締めてました。ね、とはまあ、夏物なんでね、ちょっと冬は締めにくいんですけども、何かってもらったら使うし、使った方が相手も喜ぶじゃないですか。賜物ってね、カリスマってのは、さっき言ったカリスとマネ、カリスマから間が抜けたら、間抜けなくちゃいけないですね。間が抜けたら恵みがいっぱい。間をつけたら賜物、プレゼントなの。神様のプレゼントなのに、そのプレゼントを使わないでいると、これはね、信仰がね、せっかくそのプレゼントを使うと信仰も引き上がる、奇跡もたくさん現れるのに見れなくなるんですね。これを用いるかどうかってすごく大きいんです。で、この時聖霊が望んで、時カリスマがまず現れた。彼はそれを用いてたんですね。で、この後ね、面白いんですよ。で、パウロのことを思い出しましたけど、パウロは先週話しましたよね。パウロはなんかね、強そうに思えるけど、ね、先週やった説教、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけないってね。パウロだって恐れたし、もうやめようかと思うことがあったって。でも、神様の励ましによって進んでいったんだ。で、聖霊に満たされるポイントは2つあるんです。一つは祈って待ち望む。で、ある時は激しく聖霊が望んで満たされる。それで進んでいくんですね。ペンテコステはそうでした。もう一つはね、祈ったら、まだ望んでなくても、祈ったんだから神を与えるかしたと信じて踏み出していくと、望まれることってあるの、これ。もう今、新約時代だからね。大事なことですね。こう祈ったら、受けたと信じて踏み出していくときに望まれる。例えば、路上ライブっていうのがありますね。路上ライブ行く前に普通は祈ります。で、祈って力を受けるんですけども、受けたと思っていくときもあれば、もう時間では行かないとと思ったら、とにかく信じて踏み出していったら、行ったらすごく望まれることがあるんですね。何かって神様がおっしゃってるから。だから、まず祈って求めるんですけど、求めると同時に、主がおっしゃったら、踏み出していくときに、そこで霊が注いでくることがあるんです。すごく深く。カリスマも、なんかすごくこう、聖霊出されて、バッて祈っていくって場合もあるけど、とにかく手を出して祈ったら、祈ったときに聖霊が注がれてくることもあるんで、これ。これがあるんだから、この両方ですね、新約時代。それを通して神様がね、聖霊を与えてしまった。で、どうぞ皆さんですね、用いてほしいというふうに思います。ね、で、この後8節からちょっとパウロのことが入ってて、ちょっとこれみたいに面白いんですよ、これ。パウロはですね、まあ、3ヶ月街道で話をして、彼らがね、心を固くなしたから、今度は、弟子たちと一緒にツアーの行動ってところでね、2年間話したんです。その間に何があったかというと、10節ね、これが2年の間ついたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を語って聞いたと。全員でそこのアジアの人たち、みんな2年間で語ったって、みんな聞いたって言うんですね。長崎市のすべての人に、語ったかな、ね、語り尽くしたいですね。で、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を見た。こういうことが起こった。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。すごいですね。ね、前掛けや手拭い、まあ、ちょっと手拭いと前掛けはないんですけど、ハンカチはある、ね、昔ハンカチ王子なんて言いましたけどね、わかるかな、甲子園で ね、例えばこのハンカチをね、こう誰かに渡して、ま、ヒデさんに渡してですね、ヒデさんがですね、こうマスクしてますけど口に当てたらですね、ね、咳が、まあ、自分に当てると言いますね、咳が止まったとかですね、当てたら癒されちゃったって言うとびっくりするでしょ。それが起こったって書いてある。で、これ何かと聖霊のが激しく望んでいた時、そういうことが起こったんこれね。これ初代教会はそういうことが起こってたんだ、当たり前に、ね、そしたら面白いんですよこれ、聖書って。それを見てね、びっくりしてね、信じる人もいたんだけど、面白いことしてたん
ユダヤ人の前置き祈祷師がいたって、まあ、ユダヤ人にそういう人がいるんですね、前置き祈祷師ね。その人がこれ、後見たら7人の兄弟なんです。祭司長のスケワという人の、7人の息子、祭司長の息子が前置き祈祷師なんですね。どういうことなんでしょうかね、7人の、ね、男兄弟ですね、これね。その人たちが、前置き祈祷師だったけど、それを見て感動してですね、真似したの。ね、他の人に向かってシエスの皆を唱えてね、信じてないんですよ、信じてないけどシエスの皆を唱えて、パウロの述べ伝えているイエスの名によってお前たちに命じるって言ってやったんですって。信じてないのにね、だから聖霊いないのにやった。そしたらどうなったかというと、悪霊に仕えてたその人がですね、悪霊に仕えた人に向かってやったら、悪霊に仕えた人がいきなり、まあ、霊ですね、悪霊って霊が言ったんですね。何かというとね、自分はイエスを知ってるしパウロもよく知っている、悪霊知ってるんですよ。だから皆さん悪霊知られてますよ。いいですか、本当に ね、イエスも知ってるし、あなたの名前をここに入れてもいいんです ね、あ、自分はイエスも知ってるし、ね、お母さんもよく知っている、ね、けれどもお前たちは何者だって言ったら、イエスも知りてないから。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人のものを押さえつけ、何日二人を押さえつけ、他の人はみんな打ち負かしたので、彼らは裸にされて傷を負ってそのように逃げ出した。すごいですねこれ。ね、試しにやってみたらバッて逆に来て、でその技が起こったのも感動だけど、逆にこんなことしてびっくりするでしょうね。それでみんなですね、エペソさっき言ったように偶像霊はびこってる、占いがはびこってるこの場所で、エペソに住んでたユダヤ人もギリシャ人も、だからユダヤ人も異邦人も、ね、みんなこのことを知ってね、恐れを感じてシュエスをあがめた。あがめるってことは信じたってことですね。そしてこれだけ、それだけじゃなくて、信仰に入った人たちが何をしたかというと、それまで魔術の盛んな町だったから、魔術をやってた人が書物を書いてきて、魔術の本全部持ってきて燃やしたって書いてある。銀貨5万枚っていうのは、まあ300万ぐらいっていう説があります。ちょっと分かりませんけど、その、ね、ちょっと前に300万って言われましたね。で確認しますけど、まさか占いの本を持ってる人いませんよね。いやこれは特別なんだ、あの時お金かかったからこれだけはちょっととか言ってる人ねいませんよね。あるいはなんか昔修学旅行で京都に行った時買ってきた、なんかこうね、偶像の大事なやつ、ね、これはあの人にもらった大切なものだからって捨てられないのって、まさかそんなことないですよね。皆さん偶像舐めないでくださいね。偶像ってあるだけで悪影響を与えることはしばしばありますから、特に祈り込まれてたり思い入れが強い場合、霊の影響を受けますから、きちっと偶像捨てるだけで治る病気って本当にあるんですよ。普段あんまり言いませんけどね。でこういうことを言い出すとね、偶像礼拝者からぶつかりが来るでしょう。でも本当です。偶像礼拝ってのは聖書が最も意味ある罪ですけどもね。でこの時だって本当に聖霊が働いたから、逆に技が起こったらみんなセットしてたってことは、主への愛が溢れたってことでしょう。恐れとともに、だからカリスマとともに身もついたんですよ。これで身がついたんですよ。あのね、御霊の身とともに実際の身もついたんですね。で皆さんですね、聖霊様に臨まれるとこれが起こってくる。だから本当に皆さんが今もし、ね、聖霊も皆さんいるんですけど、自分の中になんか聖霊が最近は小川のせせらぎみたいでとかね、なんかもうなんかため水のなんか最後の数滴の感じがするって人はね、今日溢れると受けてください。いや茶化してるんじゃなくて、戦いが激しいと枯れることがあります。与え続けると、与え続けて受けるんですよ。与えると受けるんだけど、与え続けて自分が主と一回交わってないと、気がついたら与え続けて枯れちゃってることがあります、ね、だから本当に主としっかり交わって主に祈ってきたら、それは喜んで添えてくださるから、この聖霊の添いかけを受けて与えていくんですよね。で私は今日、ね、まあ、スタートの記念日だから言いますと、一番初期の時ね、東京にいた頃はですね、東京の教会にいただけでね、32年以上前ですね、祈れたんですよ。教会行ったらみんな当時は祈る教会だったから、教会に普通に行ったら1日5時間ぐらい普通に祈れた。多い時10時間ぐらい祈れた。だから伝道するのは全然ね、楽だった。訪問伝道したり、路傍伝道したり、ね、賛美歌ったり直接伝道したり、いろんなことやった。それが全然平気だったんですね。ただ長崎来て、最初は妻とすごい祈ってたんですけど、妻が妊娠、子供生まれたらちょっとなかなかゆっくり祈れなくなったらね、伝道できなくなってきたんですね。でね、入江コランマさんという人が来ましてですね、新しい会談、5月に来て9月に来てたんですけども、9月に来てしばらく経って、これで10月だったかな、来たんですけど、その時ですね、怖かったですね。誰もまだいないんですね、開拓だからね。で椅子だけ並んでたからね、椅子をひっくり返してですね、いきなりね、
前に立たないで一席繰り返し椅子に座ってですね、どこにあなたの民がいるんだとか言うんです ね、いや無理ませんとはね、教会とは人の集まりだとか言ってですね、怖いですね、やっぱり預言者は怖いなと思ってね、怒られると思ったらですね、秋元牧師がね、助けを取りてまして、祈ってあげてくださいとか言ってね、だからもう、何言われるかと思って、まあ、前の晩ね、いつも言ってるように、妻とね、もう話してて、きっとね、東京に戻ってやり直しなさい、他の人を使わせて言われるかもしれないけど、もうそう言われても仕方がない、そういう現状だから、入って素直に聞いて、その時は帰ろうってぐらいだったんですね、弱くされたから。そしたらね、前も言ってるけど、あなた方は忠実だったと言われたんですよね。私ですね、真面目に最初冗談だと思ってね、思わず顔を見合わせたんです。本当に、ね、と思って、でその後の言葉ですよね、あなた方はここにいたって言ったんですよ。で神の御方って違うんですよね。いますよ、どこかに行きたくたって行くお金ないんだからいるしかないじゃないですか。でもそれを忠実だと言われたの、神様は。あれはね、忘れないですね、あなた方は忠実だったって。でそしてそうやって慰めてくださった後にこう言ったんですよね、あなた方が出て行きなさいって、この町にもたくさん私の民はいるけれども、彼らはあなた方を見つけれないが、あなた方は彼らを見つけれる、出て行きなさいと言われたんですよ。それからね、始まったんです。バーンととにかく行って伝道しようって。ところがね、東京にいた時やれたってさっき言ったでしょ、やっぱり祈ってたからですね、神様の霊が。行くとね、力がないんです。原爆公園って今全然変わりましたけど、昔とね、昔はね、真ん中 に花がいっぱい植えたって、こう周りを回るようになってたんです。だ原爆公園の周りはね、ちょっと今とは全然違うんですけど、昔ねぐるぐる舞いながら伝道したんですけどね、したんじゃなくて伝道しようと思ったらね、人が怖いんです。いや恥ずかしい、ね、普通に話しかけないんですけどね、イエス様のことを語ろうと思ってやるとね、なんかね勇気がいるんですね。なかなか語りかけられないですね。それでやっと語ってね、こんにちはとか言ったらね、思わずね、時間何時ですかって腕時計はめてるのに聞いてたりするわけですねでいつも話しますが、一人ね、親子連れがいたんですよ。あ、この人たちがいいと思ってね、語ろうと思って一回前通ったんだけどね、語れないで通り過ごしてね、もう一遍悔やためて語ろうと思って通り過ごしてね、でもう一回行ったんですね。でやっぱりダメだよね、あーと思ったらね、子供が言ったんですよ、小さい子がね、お父さんあの人誰って言ったの。お父さんがね、ほっときなさいとか言ってね、どっか行っちゃったショックでね、いや情けなくてね、だって伝道で使わされてきたんですよ。あんまりも情けなくてね、もう思わずベンチに座り込んでですね、当時ベンチが周りに並んでたからね、神様すいませんってね、もう精霊の力をください、助けてください、もう真剣でしたよね、祈ったの。それでパッと顔を上げたら、まあ、誰も人いなくなったと思ったら、向こうの方に一人だけね、年配の男性いたんです。もうこの人最後だと思ってね、それすぐ声かけられない、同じベンチの一番端に座ってね、徐々にこう近づいていってですねそれで声かけてやったんですけど、そして話をしたら、その人が お兄ちゃんってね、若いから当時ね、まだ20代だったよね、29ぐらいかな、ね、か 30かとかそこら辺ですね。だから、ね、お兄ちゃんってね、そんなことどうでもいいって、ね、なんて言ったらね、寝るとこあるかって言ったんですよね。いや一応ありますよとか言ったね、雨つゆつなげたらそれでいいとか、いやありますけどねって話で、そこから話になって、ありますよって途端に急にね、心開いていろいろ聞いてくれるそれで教会連れてきて、当時教会取られるもん何もなかったから今だと教会一人で止めるわけにいかませんけど、当時取られるもん何もなかったからね、で朝来てって感じだね。元海軍の人でね、朝来たら掃除してました、こうやってね、すごい貴重な人でした。それで日曜日の礼拝の席の時、本当に寂しいたんです、本当に死んだんですよね。面白いなと思いますよね。身がついたんですよね。でそれからまたね、日曜日午後いつもこう伝道に行ったんですけど、一人も救えなくて、捕らえる救われなくて、私の時には神様救えなくて、戻ってきてね、こうね、神様今日も精一杯やりましたけどダメでしたけども感謝しますって言って終わろうとしたら促してくるんです。もう一回行きなさいって。でね、そういう時に入っていれば素直ですけどね、もう十分やったじゃないですかって情けないけどね、もう一回行きなさいって、じゃあもう一回だけって決めた。最初に会った人に伝道する、その人でもうおしまいって決めて、不信仰ですね、救われると思ってない不信仰ですね。でもとにかくね、出て行って、で一番最初に会った人、当時今のなんていうか平和公園って名前変わったところの通りですね、こう言ってまっすぐね、そのバスの方に向かって歩いて行って、最初に会った人に伝道するって決めて、会った人に伝道した。こっち向かって教会の向かって歩いてくるから、一緒に横歩きながら伝道していったんね。なんかね、時々チラッと見るんですけどね、あんまり、はい、
はいって感じで時々チラッと見るけどね、聞いてるんだけどあんまり音をしないんですね。で、この教会って言ったらね、パッと立ち止まって、入りますかってわけだら入ってきたの。それでね、ミロを出してね、でね、ミロを出してね、イエスを見ろとか言いながらですね、これ、ね、連動したわけですね。面白くなかったですけどね。 でも本当にミロを出したんです。そしてね、医者の方と話して、あの、悔い改めたらイエス様を信じれる、悔い改めて死に立つってこう話をしたので、十字架を見て言ったら、ね、いきなり一言言ったんですね。イエス様ごめんなさいって言ってね、びっくりした。3年間家族以外と話したことのない男の子だったんです。当時18歳ね。あ、当時18歳。16歳とか忘れちゃったな。だったな。その子のお姉さんが由美子牧師です。次の週お母さん連れてきて、その次の週にお姉さんが心配できた。家族みんな救われて洗礼受けました。あ、もう明らかに聖霊ですよね。で、私たちが祈るとき聖霊は救われるし、踏み出すとき聖霊は、で、この時はまだカリスマはそんな荒れてなかった、ね、とにかく身がついていったんですね。で、もう一つはね、最近はね、例えば分かりやすく言えば、一番最近の大村ね、大村で集会したときに、あの、まあ、告別式があって、告別式がすごく祝福されたので、そこから一人来られたんですね。まあ、その町内会っていうのがあるんですね。町内会の、まあ、世話役みたいな人がね、その人はね、話を聞いてね、終わったんですけども、とにかく体がきつくてお祈りをしたんで、今度カリスマです。本当にお祈りしたんですね。すごい臨場があったんですよ。そしたらね、その場で癒されたのと同時に、とにかく夜眠れなかったんですね。あんまり痛くて、その晩から全く痛くなくなって眠れるようになったんですね。それで驚かれてですね、自分の妹に伝道してる人がですね、友達連れてきたんで、今もその人たちはしっかり今日集会につながってて、最近はですね、行くとですね、あの、言いますもんね、次はいつですかって。で、いや、その日はダメやって、来れる日にしてもらうと困るとか言ってですね月1回じゃ困るから月2回してほしいとかって言うようになってきた。いや、でもこれはね、明らかにね、求め始めて、ね、求めてます。もう信じてますけど、求めてますね。で、カリスマです今度は。で、聖霊様に注がれてくると、カリスマの現れと御とつくんですね。御霊の御と、それから実際に救われる御とか、いろんな技がつく。で、なんで、これを求めるからなんです。真剣に聖霊の満たしを求めてほしいことと、もう一つは、あの、祈って促しがあったら満たされたと思わなかったも踏み出していくってことなんです。踏み出していくと霊が救われてくる。いいか、望まれていく時もあります。でも望まれたと感じなくても、祈った歩けたと信じて踏み出していくと、本当に深く望まれることがある。これ本当にあるんです。だからその2つがあるんで、新約時代は今は踏み出していったら望めることの方が多いから、ぜひね、踏み出していってほしいというふうに思います。で、その中でね、お互い神様の技とか奇跡を見る。で、自分が癒されることも素晴らしいけど、何かクリスチャンを与える方が受けるんですよね。だからね、機会を改めることにね、祈ってみてください。あなたの手を通して人々は癒され始めます。そんな私の手なんかって絶対言っちゃいけません。あなたのその手を通して神は癒されます。だからね、踏み出していってほしいですね。それをね、どうだね、あの、覚えてほしいなというふうに思います。あの、ブログを見ていたらですね、受けるよりも当たるが幸いであるという箇所はね、つい先日聖書でディボーションの箇所でしたね。長崎の何か、ブログに書いてありましたね。なんかそれを毎日読んでる方がね、最近っていうかクリスチャンになってまだ間がない人ですけども、いやー、まあ、全く世と違うなってね、本当にそうなりたいな、なかなか難しいけどそうなりたいなってね、やっぱり祈らなきゃそうはなれないなとですね。で、それをね、ぜひ覚えてください。あ、そう、これでおしまいね、最後。江島さん夫妻が結婚されてね、あの、すごい祝福されてますけど、一番最初オンラインの熊本の社に来られたんですね。で、賛美とか祈祷会はダメで、とにかくお話の時だけ来られて、で、最初に乗ってもうすぐいなく、ね、行くっていうことでね、慣れてないから、で、お話の時来られて、お話が終わった後お祈りしたんですけど、全く初めてだったんだけど、お話はまあ心に響いたみたいでよかったんですけど、その後祈る時にお話を、ね、お祈りしたんですけど、知識の言葉が来たんです、はっきりね。で、知識の言葉を使って祈ったら、祈り終わった後に、あの、男性の ね涙ぐんで すごくね。で、後で聞いたら、あの、同じこと言うの、みんな、ああいう涙は初めてだって、温かい涙が出たって言うんですよね。そしてなぜか分からないけど、その場所を変えた時に、ね、なんかすごくなんか楽になった。なんか重かったものがあった。で、最近はもっと面白い、今船に乗ってますから、おいで、ね、長崎の方が楽しみだ、どうしようって、長崎言うとなんか剥がれ落ちる気がするって言ってそういう表現を使われるって、ね、そう書いてありましたけどね。そうですね。
それが一番最初なんです。そこから始まってきて、カリスマですよ、知識の言葉です。でそれで祈ったから、でそれから始まってきて、今まで体験したことのない何かを感じて、そこから来たんですね。そして結婚洗礼となって、今は本当に聖書を毎日読んでますね。すごく求めてますよね。それはなぜかってカリスマから始まったんです。で、カリスマを用いる、でその時助かる人はたくさんいます。カリスマを用いるとこちらも恵みを受けるってことはね、どうだの覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、32年目のペンテコストの日をありがとうございます。神様が御業をなして新しいことを始めようとされていることを覚えます。お一人お一人の人生を通して、またお一人お一人を通して、たくさんの方がイエス様に出会い、命を受け救われてくるように力強みと思って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人があなたの前に注いでいるこの願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決を具体的に与えてください。導きを明確に語ってください。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。胸の痛み、心臓の痛み、イエス様によって命ずる、消えてなくなれ。イエス・キリストによって命ずる、汚れた霊、その人の力出ていけ。イエス・キリストによって命ずる、すごく否定的な施策、これは悪霊です、否定の霊、その人の力、イエス様によって命ずる、出ていけ。あなたの告白を変えなさい。あなたが告白することによって、自分自身でそれを呼び込んでいます。あなたの告白を変えなさい。あなたの感情でもなく思いでもなく告白を変えなさい。神に愛されていること、神が一つされていること、それ告白してきなさい。その時に全く違った施策、感情が与えられてきます。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。どうです様、どう一人の願いに応えて必要を満たし導きを与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。